クロノトリガー95年スクエア38回目ですね。前回はですね、クロノ夢ですけども、一番初めは現代を突破したんですよね。でジールの2戦目からはプリズムドレスとプリズムメットが色仕掛けでもらえたので、古代と中世もいただきに行こうということで、2回クロノ夢を周回したところでした。おかげでプリズムドレス、プリズムメット両方とも3つずつ色仕掛けで手に入ったっていうところですね。で、まあ、最終戦ラボスの中の本体に戦いを挑もうかっていうところでセーブしたんですけども、ちょっとまあ前回セーブしてから今回始めるまでの間に、これがこの間セーブしたやつなんですけどね、447,403ゴールド持ってたんですが、強くてニューゲーム2周目に入るときにこのお金は引き継げなかったはずなので、こっちひたすらアイテムに変えてきましたね。これだけやってます。さあでは続きをやっていきます。よろしい。さあじゃあバケツからいきますか。そこは AD1999 ラボスの日と言われる時へつながっとる。世界の滅ぶ姿が見たいのなら行ってみるのもいいが、お前さんたちまで滅びちまうかもしれんぞ。行きます。というかラボスの殻はぶっ壊したもんね。もう一回ラボスの中に行くのかな。さあどうでしょう。あら違うね。もう一回ラボスの外側と戦うのかな。なんだってんだ。 AD1999 1時24分間違いありません。ラボスが地表に出てくる時かな。ですね。せやけど現代 AD1000 年でラボスの外側はぶっ壊したんやけどな。また出てくるのかい。戦闘能力値計測不可能。やっぱりもう壊れてますね。ラボスの体内からはさらに強力な生命エネルギーが感知されます。所詮こいつは鎧、中身をぶっ倒さなきゃな。行きましょう。さあさあ行くぞ。あれ、こんなんやったかな。思ってたのと違うぞ。信じられません。この星に生命が誕生して以来のあらゆる生物の遺伝子を持っています。共に戦ってくれサイラス。おお、なんだ、あん
まり覚えがないな。硬派、両腕が破壊の扉を開く。あ、結構強いな。まずはじゃあトリプルアタックで腕からいっちゃった方がいいよね。一旦カエル回復。ミストネットかぶってるからな、周りより先にたまるしな。はい、トリプルアタック。トリプルアタック。結構腕強いな。硬派。あの破壊光線は出しっぱなしじゃあかんのかね。ヒール。右腕の方が弱いとかあるかな。どうなんでしょうね。そんなこともなさそうやな。あ、弱かった。右腕の方が弱いな。本体始動。なんだ？次は左を支援、腕が本体を回復。なるほど。こいつもやらないと本体が倒せないな。あ、こっちも倒したぞ。なんですか？そんなに食らわないな。さあ行きましょう。本体邪気、弱い。さあトリプルアタック。偵察、全体攻撃ばっかりやね。よし、投炎、全部全然強くないな。トリプルアタック。腕がなくなったら結構弱いのかな。邪影陶器殺炎。おお、強そう。あ、そんなに。一応ヒールで回復しましょうか、念のためね。魔法、ラボスは攻撃力を上げた。そんなことできんすか。さて、もう一発トリプルアタックで。なかなか倒れないね、ラボス。はい、よし、倒したぞ。
ラストじゃないよな多分な。出た。宇宙服着たフリーザみたいな。これがラボスの目的だったのです。星のすべての生物の遺伝子記録を得て自分自身が進化を遂げるのです。戦闘能力値は計測不可能。センサーが壊されそうです。冗談じゃねえ。てめえの糧になるためにみんな生きてるわけじゃねえ。私は人間によって作られた命。しかし命は命です。ルッカや他の皆さんと同じ。この星の多くの命の一つです。てめえなんぞのために俺たちは生きちゃいない。クロノの神がなびいてますね。おう、どこだこれ。こいつはね、すごく記憶にあるんですよね。どっちだ。この回復するやつを先に倒さないといけないですよね。オッケー。時空転換。森ですか。ラボスコアが防御解除。明活指導前、ラボスコア防御力ダウン、巨岩最大物理攻撃。どれぐらいダメージ食らう。あ、強えな。強えわ。ケアルガウェーブ、攻撃。時空転換。今度は古代かな。さあ防御力が下がってる間にもう一発トリプルアタックを。ああ復活しちゃった。邪行スロー。まだ入るかダメージ。 OK、 まだ防御は解いてるね。明活を使ったため防御力ダウンしている。ステータス防止を効かなくする。怖えなこれ。そんなのあんの。魔性 HP を2分の1に。どないしましょう。ケアルガウェイブはやった方が良さそうね。で先に回復のコアを倒してこっちね。ケアルガウェイブ。でロボのターンが回ってくる前にカエルの攻撃で、カエルとクロノの攻撃で左側のこいつを倒しましょう。時空転換リーネ広場ですね。受精ランダムステータス。これはもしかしてカエルは食らうのか。うわ食らうな。それはきつい。万能薬。ステータス以上が食らうようになってしまってるのがさっきの手風で。時空転換。今度はなんだ、見たことねえな。洞窟か。さあこれでよし。ラ
ボスコアが防御解除。いきましょう、トリプルアタック、最大魔法攻撃、ムム。右が先かな。そんなにだな。よし、トリプルアタックでコアを。オッケー。復活させられる前に、削っときましょう。もう一回トリプルアタック入るかな。もっとカエルやばいな。ラボスビット復活。一旦カエルはまず回復して、また修復される前にトリプルアタックでこいつを破壊。いけるでしょう。よし、時空転換。今度はまた森かな。巨岩最大物理攻撃、これきつかったよね。エアルガウェーブで回復しといて、右のラボスコアはまだ防御解かないのかな。防御力回復、あれ、時空転換、うん、そうか、まだ防御解いたままだったのか。しまったな。 OK、 防御解除、入れるぞ、トリプルアタックで、また古代に時空転換ですね。パストリプルアタックを。カエルは攻撃を、あー復活。また左倒さないと。ジャコスロー、これはヘイストネットかぶっててもカエルは食らってしまうんだろうか。これは大丈夫そうね。時空転換、これは魔王城かな。でトリプルアタック、これでまた左は破壊ですよね。あ、来た、魔性。コアが防御力回復する前にカエルとクロノで1回ずつ攻撃入れといて、よし、でケアルガウェイブでこう回復。あ、まずいな、カエルが、カエルが寝ちまった。ちょっと待てよ。ヒールビームのクロノが攻撃、これでカエルは起きるのか。寝たまま。でムム、カエルはどうだ。そろそろ起きてくれ。死んだな。レイズで生き返らせて、ラストエリクサー。オッケー。
時空転換、まだリーネ広場に、今の間に、おー、ラボスビット復活される。じゃあ復活したやつをまた改めて倒して、あ、やべえな、また受精か、カエル食らっちゃう、トリプルアタックが阻止される。主婦また使ってきた、クロノも、で、マセ結構きついな、倒せるかこれ。このマセでカエルは混乱から回復するかな、しましたね。で、これで左の倒したね。じゃあ一回ヒールで全員回復。右のラボスコアはまだ防御解いてるかな。時空転換。なら攻撃を一発。それからヒール。マシンガンパンチを一発。防御力回復。で、ムムですね。で、また右側のコアは防御解除するから。その前に回復しておいて、さあ防御解除せ、よし、でトリプルアタック、また時空転換ですか。結構 HP 多いな。押した、押した、倒しましたよ。ラボスコア撃破。お、時空が乱れてますね。黒のリーネ広場かな。いつまで寝てるつもりだ、いい加減に起きろ。執行猶予は終わりだ、正式に刑を執行する、城へ同行しろ。あれ、ガルディア王に許してもらったんじゃなかったっけ。散々探したよ、クロノ君。私の娘を引っ張り回して、パパやめて、クロノは何もしてないわ。クロノが何もしていないと娘は言っておるが、大臣もそう思うか。いいえ、クロノたちは国の一大事に関わることをしました。大臣まで何を言うの。話せばわかるわ、私が今まで城を出ていたのには訳があるの。実は未来を救ったのだろう。お、
あれ、これは未来のじいさんですよね、ドームの。未来を救い、我々に元気の意味を教えてくれた。おっと、中世ガルディア王、魔王軍を倒してくれた。王国歴600年の世界に再び平和が訪れた。原始キーノですね。黒たち恐竜人倒した。どうしたのみんな。お、ルッカ、ルッカ連れてきたのね。お前たちが大きな使命を背負っていたこと、歴代のガルディア王家の血を引く者たちが全て話してくださった。アキーノもドンもガルディアの血って、みんな私の先祖や子孫なの。平和ボケして自分のことしか考えていなかった自分が情けない。国のため、この星のためを考えなくてはならないときに。さあ、戦勝パレードじゃ。世界を救ったヒーローを祝福じゃ。さあ、回るよ。思いっきり千年祭最後の夜を楽しんでこい。いやー、たちの悪いジョークっすね。執行猶予が終了とか言って城に呼び出すなんて。王様はだいぶ人が悪いな。さあ、未来を救ったクロノと、無事お城に帰ってきたマールディア王女と、そしてガルディアのますますの発展を願って、イッツァムーンライトパレード。ああ、これがあの大臣が企画していた千年祭最後の夜のムーンライトパレードですか。3人だけでパレードする予定やったんですね。かなり寂しいパレードですよね。もっと派手にやるのかと思ってたけど。で、見てる人も少ないな。20人いてるかいてないかやね、やな、これな。あ、動けるね。これは、あ、やっぱりルッカのお父さん。いや、祭りで飲む酒はうめえぜ。クロノよ、お前も早く大人になれよ。これララかな。こんな素敵な夜を過ごせるなんて、あなたありがとう。あ、クロノくん、王様から聞いたわよ。未来を救ったこと。ルッカの幼馴染が、そんなすごいことをする人だったなんて、なんか自慢しちゃいたい気分だわ。これはお母さんかな。あなたが未来を救ったなんてね、信じられないわ。でもね、お母さんはお前にもっと家にいてほしいよ。猫の面倒を見る人がいなくて大変なんだから。王女様綺麗だな。いや、当然君もだよ。とってもファンタスティック。他喋れる人はいないかな。ボッシュ、もう刀などいらない時代が来たのかもしれんな。刀鍛冶ボッシュとしての役目は終わってしまうが、この星空を見ているとそんなことはどうでもよくなってしまうわい。はい、他はいませんよね。お、なんだこれは。すげえな、この中に人間入ってんの。おお、広場の鐘がない。こっちは行けなくされてるね。こっちは、あ、何もないですね、もうね。さて、じゃあ上に行くしかないかな。地限転送装置。お、ゲートがある。もうみんなお別れなのよ。
みんなそれぞれの時代へ。ラボスが死に、ゲートの力が弱まっています。ゲートが閉じる前にさよならを言わなきゃ。そんなみんな言っちゃうの。クロ強かった、マールも強かった、エイラ楽しかった。遠い遠いおじいちゃま、元気な子供を産んでね、じゃないと私が困っちゃうから。へへ、大丈夫エイラ、元気。そうね。って何それ、どういうこと。キーのバカ、さあエイラたち行く。賑やかな連中だな。自分の先祖かもしれないと思うと、ほっといてもいられないがな。さあ王様、リーネ様がお待ちです。私たちも帰りましょう。カエルさん、別れに多くの言葉はいらないさ。そう、言葉とは限らないわ。よかったわね、王女様のキスで姿が元に戻るっていうのがハッピーエンドの定番よ。最後のキスですね。サラを探すの。消えていっちゃいました。ロボ、ルッカ、私も未来で元気にやっていきます。どうしたのルッカ、ロボにお別れは。やはり気づいてたのですね。何のこと。ロボは廃墟となった未来で生まれたわ。でも私たちがラボスを倒したことによって未来は明るくなるはず。つまり新しい未来ではロボの存在は。あは、そんなことないです。きっと新しい未来でも私は。ロボのバカバカ、悲しい時は素直に悲しむのよ。こっちが余計悲しくなっちゃうじゃない。そんな思いやりの気持ちを教えてくれたのもルッカです。とても感謝しています。涙は似合わないわルッカ。新しい未来でもロボはきっと生まれてくるわ。ロボがね、生まれない未来になってしまうかもしれないってことですね。さようなら。おっと、オイルでアイセンサーがかすんで、ロボも泣くんすね。いつかした話覚えてる？ええ、死ぬ時に見る思い出の話。もうその人は助かったみたいね。うん、私も感じるその人の息吹を。時間を旅するなんて荷が重すぎるね。シルバードも壊した方が良さそうね。もうみんなと会えなくなるけど。お、にゃんこが、これこれ戻ってきなさい。クロノのお母さんですよね。ほらクロノ、あなたが餌を切らしたもんだからみんな逃げ出しちゃって。おっと、ゲートに行っちゃいますね。お母さんも大変。クロノ、もうゲートは一生開かないわよ。どうする。そうね、追いかけるしかないわね。追いかけるって、ゲートはもう、まさかルッカ、タイムマシーンがあるじゃない。シルバードは壊さずにってことですね。おほほほほ。おっと、マルディア様、こんなところに王様がお呼びです。
王様、こちらですね、王様。私は嬉しいぞ。もうお前が遠くに行くこともないじゃろうからな。それが言っちゃうんすよね。マールディアをよ、マールディアよ、この日を記念して私からのプレゼントじゃ。広場の金かい？もしかして。やっぱりね。ほら、かわいいじゃろ。マールディアの金じゃ、いい音がするぞ。おい、マールや、どこ行った？ほれ、誰か手伝ってくれ。王様が自分でつけんすか、これ。それを掘っていく。ありがとう。でも私、じっとしていられないの。シルバードで旅立った音ですかね。王様、間に合いましたぜ。一発ドガンといきますか。いや、多分悪いが、今はそれどころじゃ。これは太陽石かい？太陽石から花火が。もうエンドロールですね。いやー、クリアしちゃいましたね、ついに。千年祭最後の花火でね、締めくくられて、エンドロールが、おう、シルバードが飛んできましたね。お母さんのね、次男を探しに行かないといけないから。いやー、やっとクリアしましたね。思ってたよりもね、結構長かったですね。ラボスに、まあ、突入するところっていうかな、古代が終わって、で黒の夢にっていうところからサイドストーリーをいくつか回収したんですけど、それも結構時間がかかってたし、黒の夢もね3回突破してるので、ちょっと時間が多めにかかったのかもしれないんですが、それでも結構長かったね。そう、プレイ時間24時間ちょいってとこですか。ラストのね、ラボスの見た目は結構インパクトがあって覚えてたんですけど、おう、ロボと、なんだったっけな、プロメテスはロボの名前だったっけ、エイラたちですね。を変えるとガルディア王と王妃ですね。で魔王ね。魔王空飛ぶんすね。いやー、でですね、ラボスの最後 の、 あの見た目を覚えてた、グラフィックを覚えてたんですけど、そこに至るまでのプロセスっていうかね、あのストーリーとか、それからラボスコアの前のラボスとか、全然もうイメージに残ってなくてですね、ラボスの殻のイメージすらあやふやだったわけですよ。まあ、それが今回、まあ、20年ぶりにね、プレイしてみて、でもまあイメージも戻ったし、で、ストーリーもね、あ、こんなんやったなーっていうのをこう、再確認というか、新しい RPG をプレイしてる気持ちで、楽しめたかなと思ってます。まあ、全体的に特にレベル上げたりとか、することもなくガンガン進んでいけるので、こうスーパーファミコン時代のゲームとしてもバランスもすごく超いいんじゃないかなと思いますよね。今回レベル上げたのってルッカの技を全部覚えさせるためにさまようものとタイウトウものを何回か倒しに行ったっていうあれだけなんで、そう考えるとバランスもすごくいいっすよね。
で、まあ、2周目以降のやり込み要素なんかも準備されてて、かなりの良いゲーム、良作だったんじゃないでしょうか。当時からですね。まあ、特に詰まることなくクリアできて、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっと2周目ですよね。強くてニューゲームやるかどうかはちょっと置いといて、まあ、久しぶりにクロノトリガーのストーリーが全部楽しめて良かったなとしみじみ思ってるところです。じゃあまあ今日はこの辺で。お疲れ様でした。
Thank you.